行動範囲としてこのインド洋潜水艦基地に配属された我々の第一班が出撃する日である。出撃準備に忙しいこの朝、遠くアラビア海方面に活躍した両艦の帰港するのを迎えた。海に鍛え、潮に焼かれてたくましく真っ黒だったあの顔が青白くやつれている。しかし元気は居やまして、上陸する足取りも軽やかだ。ご苦労様と挨拶する言葉がじーんと込み上げてくる熱いものに使えて出てこない。我々はこの潜水艦の真の生活を立派に記録せねばならない。国内で戦う人々に伝えねばならぬと覚悟を一層固くしたのである。魚雷が積み込まれる。魚雷、神聖の取れた魚雷を眺めるとたくましい力強い勇気と不動の信念が湧いてくる。祖国の産業戦士が精魂込めて作ってくれたその魚雷、王朝戦士が米英撃滅のために長年の家業を投げ打って調整してくれたその魚雷、銀色に輝く肌の色はきっと女子精神体の優しい手が湯気七つの海へと東に磨いてくれたことであろう。祖国の一億同胞が勝利への道に精進する姿が凝ってこの魚雷と化したのだ。いざ行かんインド洋へ。その魚雷の爆発するところ米英の船すべて轟沈せん。乗組員の手によって鉄の肌には晴れ姿の化粧が施される。新鮮な野菜、魚、米、缶詰、サイダー、シトロン等丸か月分の食料が積み込まれる。通路にぎっしりと積み上げられる。少しの隙間も全てこれらの物置となってしまう。我々もまた撮影の準備を急いだ。安全の準備は全く出来上がった。私は大体アフリカ沿岸、敵補給路の下である。
コースは大体ここを通り、一度赤道を過ぎて南下し、ここで再び北上する。ここは先の行動で敵を撃沈したところで、この航路は最近米英のインド重慶方面への資材輸送の船が多いとのことである。この補給路を完全に断つことは敵の悲鳴を制することになるので、しっかりやってもらいたい。終わり。武運を祈ると帽子を振ってくれた戦友の姿も遠ざかった。緑の敷地の山々や町も板押しを立てて帰る日までしばらくの別れだ。遠ざかりゆく基地を眺めながら、甲板の上に晩餐後を休憩している乗組員たちの感慨はひとしお深いものがあるであろう。折から基地に停泊中の威風堂々たる我が丸々艦隊が我々の出航を見送ってくれた。猛烈な南海の太陽の明るい輝きも、爽やかな潮風に吹かれて吸うタバコの味も満喫できるのは今しばらくだ。7時5分前、作戦準備の命令が終えた。艦内哨戒第3配備、艦内収束方法。艦内収束方法。もはや、見張り員以外の人々は、再び基地に帰る日まで、このように楽しく、明るい太陽の光も、新鮮な空気も、心よい潮の香りも、甲板の上で味わうことができなくなるのです。名残を惜しみつつ入るハッチは、固く閉ざされる。
洋上敵米英の輸送船を一隻余さず海の動く速艦公然たる乗組員たちの気迫を乗せて我が潜水艦は進む。荒波しぶく環境上眼鏡を除く二つの目は両方たる太陽の果てにたゆみなく注がれる。幾日か幾月か続けねばならぬ苦難の索敵行が始まる。エンジンの調子は上々だ。すなわちも軽い。力強い悲惨の轟音は闘志と希望に弾んで艦内に響き渡る。娯楽の少ない潜水艦生活にとって食事は最大の慰めである。地形兵や防水長は毎日の献立に苦労する。新鮮な野菜、お魚、電気釜からはほのかな食欲をそそる香りが艦内を流れる。初めの間は食事は楽しく、また素晴らしくうまい。我々の食欲も極めて旺盛であった。しかしそれは清涼品のある間、つまり新しい魚や野菜のある出港後数日間だけである。やがて毎日毎日缶詰の生活が始まると食欲がどんどん減るから、食える間に食っておいた方が良いでしょうと電気長が笑っている。潜水艦の食事は艦長から水兵さんに至るまで皆同じである。一連卓上の乗組員にとって最級の上下こそあれ、全員全く同じ家族のような和やかさである。インド洋は敵米英とインド、イラン、アフリカ、豪州とを結ぶ重要な敵の補給路である。大西洋でドイツ潜水艦隊によって腐敗を喫している英米はこのインド洋を利用して食料、綿花、羊毛等の原料資材を本国へ運び、またインド、ビルマ戦線、琉球方面に武器、弾薬、航空機等を送り、太平洋戦線と呼応して我に対し総反抗を企ている。現代の苛烈なる戦争はまさに生産と補給との戦いといえる。したがって補給路を封鎖することは敵の致命を制することになるのだ。米海軍の司令官ニーミッツも日本軍の盛況に恐れ、潜水艦船によって我が皇軍の戦力を弱めんと言っている。断固としてこの敵撃つべし。敵補給路の完全封鎖こそ米英、重慶のわろうべき野望を粉砕するのだ。この潜水艦に与えられた任務こそ真に重大である。艦の首脳部は敵航路の発見に真摯、作戦を練るに余念がない。
我々は一戦級といえども帝国海軍伝統の普段の訓練が寸事を惜んで行われているのに驚いた。見張り交代の時を利用し常に見張り員の艦内という訓練が行われている。敵機に発見せられた時1秒の遅れは早や普段見張り必要なし。を捉えて全てを戦いへの訓練とする一戦即訓練、訓練即一戦の燃えるような闘志にはただただ頭の下がるのを覚える。見張り交代を終わって帰ってきた兵員室は蒸し暑く時間半の勤務に綿のごとく疲れ、波のしぶきに全身びっしょりと濡れている。残り少ない果物を一本どうだい、ご苦労さんと笑顔で迎えてくれる戦友のあったかい友情はどんな苦労も淡い木のように作ってくれる。ほっと一息ついて横たわる寝台は寝返り一つできないほど狭い。夢の夢を結んでいる戦友の額に油汗がじっとりと滲んでいる。寝ること、眠ることもまた潜水艦では一つの勤務である。不必要に体力を消耗しないために、また空気を少しでも汚さないように、乗組員たちは暇を見ては眠ることに努める。海军一起！海军一起！
潜水艦は科学の地位を集めた伝道である。どの機械、どの機関を動かすにも全て科学的頭脳を必要とする。一つの機関の操縦技術を習得するのにも数年を要するのだ。この潜航訓練一つにしてもタンクに水を入れて潜航するだけではない。艦の釣り合いを保つために水雷橋はどれほど不審をするか、常に全艦の重量を計算し、均衡を保つためには非常に緻密な頭と豊富な科学知識が必要なのである。この技術がなければ潜水艦はあたかも水中の金槌のごとく釣り合いが破れて沈んでしまうのである。潜航するために必要な船舵、砲舵の掃除もまた熟練した技術を要する。今や我が国民はいかなる機械、いかなる機関に対しても誰でもが早く理解でき使いこなせる科学性を必要としている。その国民全部の科学知識寛容こそ日本の戦力を高め、我が国をして戦勝国家たらしめるもといであると痛感した。成果こそ天敵必殺、敵撃滅の不動の信念と烈々たる闘志とを培うのである。我々は日ごとに磨きに磨く帝国海軍の姿を目の当たり見て、ますます信頼の念を強めていった。敵哨戒圏も間近に迫ってきたのであろう。甲板上の作業は全て日没後の暗闇で行われる。海水によって錆びやすい砲の手入れ、艦隊の小さな破損箇所の修理、あるいはまたゴミ一つさえおろそかには捨てられない。油のにじんだボロッ切れなども圧巻に詰めて海中深く沈め、敵に発見せられないように万全の注意が払われ、艦内温度110数度、
敷いているござにしっとりと汗で体の跡がつく。肩と肩とをすり合わせ重なるように眠る兵員の姿を見ると、我々が国内で部屋数の少なさに不平を言い、決戦生活の不自由さを嘆いてはいられぬ気がする。足を入れるに足れば抱き、身を横たえるに足れば、それで満足しなければならないのではあるまいか。この人たちの睡眠を妨げないため、兵員室では大きな声一つ、笑い声一つ立てるものもない。お互いが疲れて眠るの、浅い眠りを覚ましてはならず、乗組員の人たちは基盤のわずかの時間を割いて静かに読書をするか、碁、将棋をするか、時には食後のひとときをトランプに打ち興じるくらいが丸か月以上の間の娯楽のすべてである。娯楽の少なさを嘆く我々の安易な考えを強く夢中されたのである。出撃以来早い不自由に、普段の緊張を続けながら日は過ぎていった。紺碧の海の色も、茜さす美しい夕空も、艦内勤務者にとってはもはや忘れられた色となった。毎日の缶詰生活に飽きてくる頃となり、たったネギの根だけがわずかに生の野菜といえば言えるのである。こんな時、我々に大きな慰めを与えてくれるものはトビウオである。勢いよく水上を走ってきたと思うと、ポンと甲板に飛び上がってくる。乗組員たちは敵将船と同様にこの獲物を待ち焦がれる。数匹のトビウオは艦全体には行き渡らない。まず艦長から順次に配給される。このトビウオの味のうまさは忘れることのできないものの一つであった。日ごと夜ごとの缶詰生活は胃腸を壊しやすい。食後には消化錠、ビタミン AB、肝油球、視力回復錠と副植物よりも薬の方を多く飲むのである。軍医長は限りある小人数で多くの激しい勤務をせねばならぬ人たちに、少しでも病気を出してはならぬと乗組員の健康を常に注意しているのである。今日、やはり交代よろしい。地図の前には止まれ。状況を説明する。ただいまの位置は、大体ここ。ここはインド豪州航路。インド、イラン、アフリカなどの敵地球路に近い。
したがって敵の紹介も厳重であるが、また敵戦も多い。潜水艦の声明は隠密に行動すること、まず敵より先に敵を発見することが必要である。したがってやはりことは我々の声明であるから、敵戦の国営地上の煙も見逃さぬよう厳重に見張りせよ。では目を洗って交代せよ。の中にこの葉にも劣る敵船のマストの先一寸をも見逃してはのである。今日もまた明日も怒涛に揉まれ揺れる艦上で中腰になって望遠鏡を覗いていると、船に酔わない水兵さんでも酔ってしまうという暑さの激しいこの鏡でいつの間にか足や腰が波のしぶきのために冷え切って手の感覚はなくなってくる。それでもじっと歯を食いしばって覗く両眼は潮風に充血して真っ赤になってくる。環境を除く見張り員の姿こそ熱烈たる闘魂そのもの。
15秒。尋問によって、さしなくも敵米英の暗く極まる政策を知ることができた。表には太平洋憲章振りかざかを保護することを世界に宣言した。ただ、裏ではそれらの弱小国家の財産と人民とを、彼らの欲望の犠牲に供しているのだ。今撃沈した船も、かつては例のものである。船員も多くはノルウェー人、アフリカの黒人、シナ人等をもって、わずかに最高幹部のみが英人で、彼らはいち早く飛行してしまった。しかし、敵米英の船団が、今やこの海上近くを航行中なることを知れた我が艦は、完全と敵制圧圏内深く突入していくのである。天候丸日間敵哨戒圏内の海中深く潜航しながら西へ西経丸丸土線も通過した。熱を持たぬ中高放電灯がついていても艦内の温度はじりじりと上っていく。膝を流れる汗が靴の中に溜まって足を水の中に踏み入れたようになる時すらある。敵の哨戒は厳重を極めてきた。潜水艦内では一人として二役二役を兼ねない者はほとんどいない。魚雷部員は船団王者の掃除はもちろん見張りもしなければならない。見張りは慎重に水平線上をまた上空を見張る。超音波は敵船のスクリューの回転音を捉えんと耳を澄ます。もうこの頃になると朝と夜とのけじめがつかなくなる。味噌汁の器手にして朝を知り、胸に懐かし日の出の海原などという歌が黒板に書かれたのもこの頃であった。潜航中の空気の汚れは神経を麻痺させ安眠を妨げる。頭がぼんやりする。こんな中でも推進機の回転はうまくいくか、狙った獲物にまっしぐらに走るように、不発があってはならないと丁寧に慎重に魚雷の手入れをする。吹き出す汗は油にまみれた体を滝のように流れ、腹に巻いた手拭いが絞るようになる。風呂どころか十分体を洗うことすらできない艦内で、次から次へと勤務するこの人々の苦労は想像のできぬ世界である。
潜航中を利用してディーゼルエンジンの手入れが絶えず行われ、いざ敵発見、追跡という時に故障があってはならない。指の先、爪の先から汗が吹き出るほどだと言っても決して故障ではない。潜航中のこの機関室内は温度130度にも上るのだ。こんな生活が10日、8日、いな、幾十日続くかもしれないのである。この人たち、いな、我々もひたすら待つのは敵撃沈だ。米英撃滅のために敵戦を撃沈するという大目標あればこそ、このような生活に耐えてゆけるのだ。艦内へ敵が見えた。艦内へ敵が見えた。戦闘前線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 戦果が一つ増えた。神棚の上の戦果表はこの間の数々の武勲を語っている。しかし戦いはまだこれからだ。インド洋上にある敵船舶を完全に殲滅してこそ我らの任務が達せられるのだ。遥かなる祖国の同胞が友が心を込めて製作したこの魚雷、必ず無駄には使わぬ。
強い隊旗の姿である。各庁集合しました。ただいまより敵輸送船団を攻撃する。敵には護衛駆逐艦2隻、コルベットらしきもの2隻がついている。襲撃後は当然敵の爆雷攻撃を確保せねばならん。その時直ちに新進と先行に入る。たとえ爆雷によって被害を受けても常に沈着機敏に処置し、決して慌ててはならん。一人の不注意は全艦の運命を左右するから十分注意するように伝えておけ。終わり。我が舰敵必殺の魚雷は1万数千トンの巨船を真っ二つに折り見事強沈した。どっと上がる艦内の喜びもつかの間、この時敵船団の護衛艦は猛然と我が艦を襲撃してきた。爆雷防御新進の先行方向を分かりません。何かありました。安定するか、安定するか。
落雷による被害もわずかでございます。全ては神の加護である。全艦は敬虔な祈りを捧げ幸運を祝福した。水兵さんたちが銀座通りと愛称している通路にこの行動中の戦果が張り出された。長い間苦労して幾度敵を撃沈しても乗組の人たちは敵船沈没の姿を見ることはまれだ。艦長の説明によって大体の敵船の模様が描かれる。その絵によってのみわずかに自分たちの戦果を楽しむのである。伝報が来た。今までのあらゆる苦労も吹っ飛んで心から愉快に笑うのも5日ぶりであろう。我々もともどもに喜びながらその姿を見て思わず涙ぐんでしまった。お祝いの杯、これほどうまく、これほど感激をもって飲みうる杯はまだとあろうか。抑えても抑えても列車が列車に飛び上げてくる。缶詰の赤飯もこの家なしもいる。緑の土がまぶたに浮かぶ。しっかりと大地を踏んでみたい。高々と腕を伸ばし思いっきり万歳を唱えたい。しかし気を許してはならず、帰りは出撃と思え艦長から厳しい伝達があった。だが喜びには変わりがない。我が潜水艦は乗組員たちのあふれるばかりの歓喜を乗せて東へ、緑の土へ。船準備用具納め。いくつぶりかに仰ぐ日の光が目に痛い。胸いっぱいに吸う空気の甘さ。あの山、あの丘、指差し語る兵。潮の風とともに吸い込むタバコのうまさ。
取るには惜しい土産。懐かしい親友の顔が待っている。君の頼りが待っている。楽しい危機はもうすぐ目の前だ。